おはようございます、工藤さん。おはようございます。今日は富士店マウンテンバイクライドの前に釣りをするということで、はい、見てください。レイク川口、川口湖で釣りする際は漁業券ちゃんと買ってください。そうですね、さっき買いました。1080円。夏ぶりですね、工藤さん。一緒に走るの？走るのじゃないの、会うの。先週も釣り来たんで1週間ぶりです。本当ですか、はい、じゃあ今日釣ってくださいね。おされフィッシング、はい、おされフィッシング .com です。はい、ってことで今日はね、マウンテンバイク乗る前に釣りをするんですけど、僕釣り初心者で全然やり方知らないんですけど、ビギナーズラックっていうのがねあるんで、うまく釣れるんじゃないかなと。でこの動画が多分アップされるのは、まだ11月になってないんですけど、12月頃になってるのかな。なんかね、最近いろいろ思うことがありまして、あの友達の京太が引っ張り出して誘ってくれたわけなんですよ。あのいろいろやってることもなんか結構今学んでることもあって、まあ来年には結構ね、それ言えるんじゃないかなと思います。とりあえず釣りします。はい、ということで特に何か釣れることもなく釣り終了でございます。葉っぱはいっぱい釣れましたと。これ本当に今日乗るの？乗りますね。とりあえず砲塔君に乗ってましょう。はい、美味しいほうとうでございましたよと。ごちそうさまでした。うん、マウンテンバイクなぜ本当乗んの今日？全然乗る気が起きないっすよ。はい、ということで午前中は釣りをしてきたんですけども、釣りといっても何にも釣れずに自転に移動してきました。京都さん、今日何本走るんですか？3時間ノンストップ。楽しみますか？意気込みお願いします。意気込み、早く帰りたい、早く帰りたいです。勘弁してくださいよ。うん、なんか午後からマウンテンバイクってちょっと贅沢なことしてますよ。うん、親父の遊び方。うん、完全にね、おっさん、おっさん、もう30歳おっさんですから、うん、あのね、リフト乗車中は薬ちゃんと持ってもらってね。ください。馬車道行きまーす。はい、ロッキーボーイが出たんでね、馬車道行きたいと思います。ルーレットの意味ない。こっちだよ、兄弟。こっちこっち。間違えてますよ、お兄さん。暗。いやー、ロッキーで今日は行きたかったな。おほほほ、無理やり当てて曲がってってる。無理やり当てて曲がってってるもう俺ら。マティーズループス。
先ほどの、ね、ファンの方に声かけられてましたけど、はい、神々、視聴者の人に話かけていただいて本当にね嬉しかったですけど、聞いたんですよ、やっぱり僕の動画は結構ねそのふざけてるやつが楽しいって言ってくれたんですけど、はい、やっぱそれを前面に押しすぎるとやっぱネタも含まれてるし編集もやっぱね動画でやってるんで、なんていうのかな、全部実物もそのテンションでやっぱりなんだろうね、藤田翔やってあこういうやつなんだと思われるのもやっぱり自分にとってすごいなんか損してる感じもあって、最近ねふざけてるシーンはなるべくねカットしするようにし始めたんですよ。みんなどうですか、見てる人たち、わちゃわちゃしてるやつすごいいいなって思う人もいれば、あこっちはふざけすぎだろってね思ってる人もいると思うんで、僕はその後者の人はいの意見っていうのはやっぱりこうなんていうのかな、大事だなと思う、大人としてね、はい、最近ちょっとね真面目な方にもう普通の藤田翔也になってきてますね、はい、皆様何の話、コメント欄でねどちらがいいかちょっとお待ちしております。やべえな、あれそうだな、それ藤田からもう、はい、うん、MMA の練習の方もね頑張ってください。ありがとうございます。ではローラーコースター、レッツゴー。ないよ。ああ。よ。よ。はい。
Fireworks inside your heart, sunshine still burns.